全文公開、ナンバーアンダーラインアイのインタビュー音楽、才能、そして友情。ザック・サンショウのスタジオに、輝かしい未来を約束されたボーイズグループ、ナンバーアンダーラインアイがやってきました。彼らのデビュー曲、GO トは、日本だけでなく、世界中の音楽ファンを魅了し、大きな注目を集めています。インタビューでは、彼らの音楽への情熱、それぞれの才能、 そして家族のような強い絆についてたっぷり語ってもらいました。ザック、こんにちは、ナンバーアイの皆さん。今日は僕たちのスタジオに来てくれてありがとうございます。ナンバーアイ全員、こんにちは。よろしくお願いします。ザック、皆さん、自己紹介をお願いします。ウ僕、ウです。ボーカルを担当しています。ジン僕、ボクジンです。 ダンスとラップを担当しています。騎士、僕、騎士です。ギターと作曲を担当しています。ザック、ありがとうございます。まずは、皆さんが考える J-POP とはどんな音楽ですか章、うん、僕にとって J-POP は中毒性のある音楽ですね。一度聴いたら忘れられない耳に残るメロディーと心を引きつける歌詞が特徴だと思います。ジン、僕もそう思います。 J-POP はキャッチーな要素とストーリー性、文化性などを持ち合わせたとてもユニークな音楽だと思います。ザックなるほど。確かに J-POP は世界的に人気が高まっていますね。皆さんは J-POP のどんな部分に魅力を感じますか人僕たちにとって J-POP は自分たちの経験や感情、そして未来へのビジョンなどを表現するのに最適な音楽ジャンルだと思います。 ザックみ皆さんのデビュー曲、ゴートも、まさにそうした J-POP の魅力が詰まった曲ですね。皆さんは、どんな思いを込めてこの曲を制作しましたか騎士、ゴートは、僕たちのデビュー曲であり、まさに僕たちの始まりを象徴する曲です。ザック始まりを象徴する騎士、はい。この曲は、僕たちが音楽を始めた時から抱いていた、夢や希望、そして目標を、 歌詞に込めて制作しました。ザックなるほど。とても壮大なテーマですね。では、この曲の制作過程で、どんな苦労や喜びがありましたか人、楽曲を制作する上で、僕たちは常に家族のように意見交換をしながら進めてきました。ザック家族のように章、はい。僕たちは長い間、一緒にダンスを練習し、音楽を作り続けてきました。 その過程でお互いの才能や強みを理解し尊重し合うようになってまさに家族のように深い絆で結ばれているんです。ざっく、素晴らしいですね。皆さんのチームワークが音楽に素晴らしい影響を与えていることが伝わってきます。ジンさんはこのグループの中でどんな役割を担っていますかジン、僕うーん、僕はおそらくこのグループの中で 客観的に物事を判断できるリーダー的な存在なのかなと思っています。ザック、リーダージン、はい。例えば、音楽制作の過程で、メンバーが新しいアイデアを提案しても、それが本当にグループにとって良いものなのか、冷静に判断し、時には厳しい意見も言わなければならないこともあります。騎士でも、ジンはいつも僕たちを励ましてくれる存在でもあるんです。 ザック皆さんの信頼関係が熱いのが伝わってきますね。では、騎士さんはどんな役割を担っているのですか騎士、僕うん、僕はおそらく音楽のアイデア出しや作曲を担当するクリエイティブな存在かなと思っています。ザックなるほど。騎士さんは音楽に対する情熱が本当に伝わってきます。ちなみに、 キシさんは作曲家として他のアーティストの作品も手掛けていますかキシ、はい、以前は他のアーティストの作品も手掛けていました。ざっく、それは素晴らしい経験ですね。キシさんの才能がナンバーアイの音楽をさらに魅力的にしていると思います。章、ありがとうございます。ザックさて、皆さんの最新アルバム、オーリングについて、詳しく教えてください。 ショー・オーリングは僕たちの最初のミニアルバムです。ザック・ミニアルバムショー・ハ、は、イ、い。このアルバムはナンバーアイというグループ名で音楽を活動していく上で大切なターニングポイントとなるアルバムだと思っています。ザック・ターニングポイントショー・ハ、は、イ、い。僕たちはこのアルバムにこれまで僕たちが経験してきたこと、そしてこれから成し遂げたいことを 全て詰め込みました。ザック具体的にはどんなことを表現したのですかジン、このアルバムのタイトル、オーリングは、僕たちのグループ名のナンバーアイのナンバーを省略したものです。ザックなるほど。なんとなく、このアルバムがナンバーアイの新たなショーの始まりを告げるような、そんな印象を受けますね。ジン、そうですね。 このアルバムを通して僕たちは自分たちの音楽が世界中の音楽ファンに届くことを願っています。ザック素晴らしいですね。皆さんの音楽がたくさんの人に感動を与えてくれることを期待しています。皆さんはこのアルバムに収録されている楽曲をどのように作ったのですか岸士、僕たちはこのアルバムの制作過程でそれぞれのメンバーが得意なジャンルを分担して楽曲を制作しました。 ザック、分担騎士、はい。例えば、翔は J-POP らしいメロディーと心を打つ歌詞で、僕たちの音楽を表現しました。ジンは彼の得意なダンスミュージックを取り入れ、ナンバーアイの音楽に新たな魅力を加えました。そして、僕は僕たちの音楽に、ロックやヒップホップなど、様々なジャンルの要素を取り入れ、さらに深みと広がりを追求しました。 ザックそれは本当に面白い試みですね。皆さんは自分たちだけの音楽を作っていく上でどんな目標やビジョンを持っていますかショウ、僕たちは自分たちの音楽を通してたくさんの人に感動を与えたいと思っています。ザック感動ショウ、はい。僕たちの音楽を聴いて笑顔になったり勇気づけられたり心の奥底に何かを感じたり そんな経験をしてもらいたいんです。ザック、素晴らしいですね。皆さんの音楽が、たくさんの人の心を動かすことを期待しています。ジン、ありがとうございます。ザック、最後に、ナンバーアイの今後の展望について教えてください。ジン、僕たちは、これからも、自分たちの音楽を通して、世界中の人々に、僕たちの思いやエネルギーを届けていきたいと思っています。 ザックそれは本当に楽しみです。皆さんの活躍を期待しています。ナンバーアイの皆さん、今日はどうもありがとうございました。ナンバーアイ全員ありがとうございました。ザックナンバーアンダーラインアイの皆さん、本当にありがとうございました。彼らの音楽には、日本の文化、友情、そして音楽への情熱が詰まっていることがよくわかりました。ぜひ、彼らの音楽を聴いてみてください。 彼らの音楽はあなたの人生にきっと何かを与えてくれるでしょう。動画の余韻ナンバーアンダーライン愛のインタビューを終え彼らの音楽と個性に深く感銘を受けたザックはスタジオから飛び出して夜の街へと歩み出す彼らの音楽が街に響き渡るようにザックの心にも彼らの熱い思いが残り続ける彼らの未来は まさにゴートのように無限の可能性に満ち溢れている。追記動画のコメント欄には世界中のファンから彼らの音楽やパフォーマンスに対する熱いコメントが寄せられていました。ナンバーアンダーラインアイの音楽は本当に中毒性がある。一度聴いたらもう離れられない。彼らのダンスは見ていて本当に気持ちがいい。彼らのエネルギーは見ている人にも伝わってくる。 彼らの音楽は僕の人生に希望を与えてくれた。これからも彼らの音楽を聴き続けたい。ナンバーアンダーラインアイは彼らの音楽とパフォーマンスを通して世界中の人々に感動と希望を与え続けている。音楽は国境を越えて人々の心をつなぐ。ナンバーアンダーラインアイの音楽はそのことを証明している。 彼らの音楽を通してあなたもナンバーアンダーライン愛の世界へ終わりにナンバーアンダーライン愛のインタビューを通して彼らの音楽に対する情熱とメンバー間の強い絆を感じることができました彼らの音楽がこれからもたくさんの人の心をつかみ世界中で愛されることを心から願っていますザックサンショー